いらっしゃい。毎度。何か何？またね。じゃーん、これ作っておいたわよ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。上々の出来だろ。頼まれていたものはできてるぞ。最終任務完了。
よ。見ろ、上々の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。最終任務完了。失礼します。はい、どうぞ。そんな緊張しなくていいよ。進路相談だからってさ、いつも通り。いつも、あ、はい。でだ、単刀直入に聞くけど、学園を卒業したら君は何がしたい？何がしたいですか？錬金術師になりたいですけど。え？まあそうだろうけど。何かおかしなことを言いましたか？それはこの学園に来るやつはみんな錬金術師になりたいわけだし、聞きたいのはその先、錬金術師になってどうしたいかなんだけど。そうだったんですか。すみません、今はまだ錬金術師になりたいとしか。そっか、そこまで漠然としてるとアドバイスのしようもないんだけど。すみません。まあ君の場合、入学の経緯もいろいろあったしね。あと1年ゆっくり考えても。あ、でも誰かさんみたくもう一度3年生やろうなんて思わないように。はい、気をつけます。メインは希望未定と。あれ、イゾルデ。呼び捨てはやめて。少し興味があったのだけど、彼はなんて？何と聞かれても錬金術師になりたいだそうで。錬金術師に彼が？まったく、のんきで困ったもんだ。あれはグンナルの影響だな。そう、彼が。そう、覚えてない。
ちんと考えておかないのが悪いんだ。自分の将来だろ。それはそうだけど、ベン君は早かったよね。なんて言ったの？僕はただ錬金術師になりたいって。そしたら先生が呆れちゃって。そりゃ呆れられるでしょ。うん、でも錬金術師になりたいと思ったのも最近になってからだし。それがお前自身の望み。え？他の誰が望んだわけでもない。お前自身の望み。え、何？誰？望むのであれば、お前が、そう、それだけの力が。何を言って。ベイン君？え？あれ？ぼーっとしてたよ。また考え事？いや。急に黙るんだもん。寝ちゃったのかと思ったわ。今のは、何？失礼しますよ。あら、ベルーハルト君。何の用だ、最高権力者め。まさかグーナル先輩がまた何か。いえいえ、イゾルデ先生に伝言を頼まれましてね。まったく、校長を使いっ走りにするのはあの先生くらいですよ。使いっ走りにされる校長も滅多にいないと思うけど。イゾルデ先生がどんな伝言ですか？マナ遺跡の地下に来てほしいと。君たちに錬金術の何たるかを教えたいとかで。錬金術の何だろう。どうします？せっかくのご指名だ、言ってやろうではないか。まあ他にすることもないし別にいいけど。何を考えているやら。それでは確かに伝えましたよ。杞憂であればいいのですが、もしイゾルデ先生の言う通りなら。イゾルデ先生、もう待ってるかな。ここの地下だったよね。早く行ってみよう。
なんだろう、力が溢れてるような。水晶がいっぱい、綺麗ね。水晶の中に何かいる。これってマナ？え？本当だ、マナが中に。こっちの水晶もです。もしかして全部の水晶に？一体どうして。来ましたね。あ、先生。おお、来てやったぞ。こんなとこにわざわざ呼び出して何の話？あなたたち、マナとは何かわかる？え？ああ、いきなり聞かれても。マナはマナとしか。お友達だし、錬金術手伝ってくれたり。マナとは、この世のあらゆる事象を司るもの。風か地水、光に闇、星や月、感情や精神。様々な種類はあるけれど、元は同じ。つまりは、純粋な力の塊。力の塊。私たちが目にするマナは、ただの外見であり器。中には、巨大な力が渦巻いている。同じ話を、以前祖父から聞いたことがありますが。遥か昔、錬金術師たちは、その力だけを取り出せないかと考えた。マナから力を？そんなことができるんですか？多くのマナが錬金術師の手に光られた。実験の名のもとに数千数万と閉じ込められ、薬を投与され、生きたまま体に刃を突き立てられ。やだ、ちょっとやめてよ。まるで C 級ホラーだな。繰り返される実験の果てに、錬金術師はマナから力を取り出すことに成功した。でもその力は、人ごときが御せるものではなかった。マナという器から解放された力は瞬時に暴走し、辺り一面を焼き払った。草木一本、生きた人間の一人も残らないほどに。マナにそんな力が？錬金術師たちは即座に実験を中止し、実験途中のマナを水晶の中に閉じ込めた。そして全てをなかったこととして記録から抹消した。そんな、それじゃあこの水晶の中のマナはその実験の？ひどい話ね。あなたたちの目指す錬金術師とはそういう存在。それを知った上でもう一度考えてみるのも悪くないでしょう。あなたには聞こえる、ここで眠るマナたち無念の声が。え？水晶、この中にもマナがいる。見たところ原型すらとどめていないようだがな。さっきの話、サルファは知ってたの？テオフラトゥースから聞いたことはある。マナは人のことを恨んでないのかな。マナがどう思っているかは分からん。ただ少なくとも
俺がお前を恨む理由はない。ありがとう。礼を言われる筋合いはない。マナが人を恨んでいてもそれは俺には関係ない。むしろお前が。え？どうした？声がどこからだろう。何も聞こえなかったが。出たい？この水晶から？ヴェイン、行くな！込められていたマナでしょうか。まずいんじゃないか。力が暴走するとかどうとか。やる気満々みたいだけど。逃げる余裕はないな。ラババ迎え撃つ。でもマナなんですよね。昔錬金術師に。シノゴの言ってる場合か。死にたくなければ動け。はい、でも。
く。爆発はしなかったようだな。怖かった。寿命が10年くらい縮んだわ。あのマナ、錬金術師にひどい目に遭わされて、今度は僕たちに。あんまり考えちゃダメだよ。うん。しかし、なぜ水晶から出てきたんでしょう。水晶にヒビでも入ってたのではないか。そんな単純な理由なわけが。どっちにしろ早く離れた方がいい。原因の究明は先生方に任せるべきだ。そうだね。てかイゾルデ先生どこ行ったのよ。テオフラトゥース、あなたは。結局その後、イゾルデ先生に会うことはできなかった。戻って校長先生に話したら、随分驚いてたけど、これまで水晶からマナが出てきたことはない、すぐに調査するって言ってたけど、あの時僕が聞いた声、そしてイゾルデ先生はなんで僕たちをあの場所に呼び出したのか。やっと理論通りの反応が。おう、サルファ、なんだか久しぶりだな、お前の顔を見るのも。そんな心配そうな顔で私を見るな。この研究が終わるまで私は死なない。そう、この研究が完成すれば叶うんだ。フラトゥース、あなたはあなたの望みを叶えたのかしら。だとしたらあまりに無責任だわ。あの子だけを残してもう一つだけ確かめなくては。あの声、やっぱりあのマナの声だったのかな。また思い出してるのか。暇なやつだな。サルファには聞こえなかったんだよね、あの声。なんで僕にだけ。サルファは見ていたんだよね、僕が気絶した後何が起きたのか、あのマナがどうやって水晶から出てきたのか。見てないと言えば嘘になるが大丈夫？体は治ったんじゃ。気にするな、治るものでもないしな。治るものでもないって。レイン先輩、いつまで休んでるんですか。そろそろ課題を始めますよ。あ、うん、でも。大丈夫だから早く行け。あの嬢ちゃんを怒らせると後が面倒だ。うん。参ったな、これは。もう
少し持つと思っていたんだが。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。これ作っておいたわよ。見ろ、上々の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。最終任務